ちょっと前回のね、あの個人参加型のメリットを喋ったところで、ちょっとね、まだ足らなかったところがあったんで、また補足して喋ろうと思います。あのね、ちょっとどんどん、あの、思いついたことっていうか、喋り足りなかったこと、どんどん喋っていきたいと思います。これはまあ、僕の考えとかね、その理念をね、いっぱい広げて、で、共感してもらえる人とか、同志の人たちをね、増やしていきたいと思っていて、で、まあ、せっかくこの宮崎でね、大会が開催されるんで、それに合わせて、こういう理念をね、広げていこうと思っています。どうかよろしくお願いします。で、まあ、個人参加型の考えと並行して大事なのがもう一個あって、それは個人参加型と大会完結型。っていうこの二つの考え方が大事で、大会完結型って何っていうふうに言うと、これはね、アメリカの話をね、させてもらうとすごい分かりやすいかなと思うんですけども、これはアメリカの少年野球って、基本的に通年でチームっていうものが存在しないんですよ。もう固定されたチームっていうものは存在しなくて、じゃあアメリカってどういうふうにチーム作るかっていうと、大会があって、その大会に出場するために、選手募集してチーム作るんですよ。即席でチーム作って大会に参加しに行って、で、戦いますよね。大会を消費化して終わったらこのチーム解散するんですよ。解散。で、また違う大会出たらその大会に向けてメンバー募集して大会に参加するみたいな。で、また来年も来年で同じようにずっとこの募集して、大会参加して解散っていうものを繰り返していくのが、こうアメリカの少年野球の仕組み。これが大会完結型だというふうに思っています。で、一方の日本はチーム依存型ですね。僕がずっと言ってるけど、チーム依存型。チームを作って、で、チームで1年間ずーっとトータルで練習も試合も、ずっとやっていくっていうのが、これが、まあ、チーム依存型。どっちがいい悪いはとりあえず置いといて、で、アメリカのそういう形を、まあ、僕はね、すごく理想としていて、で、これのメリットが何かっていうと、まあ、二つあってね、一つはコーチ。コーチの人たちのコーチング能力がめちゃくちゃ問われるということがあるんですよ。まあ、選手側のメリットでもあるんだけれども、大会には参加するじゃないですか。で、例えばコーチのコーチング能力とか、そのね、チーム運営、とか、そういうところがね、この選手と馬が合わなかったりしたときに、もう選手は次、このコーチとか、この、なんだ、このチームがね、選手募集した時に、馬が合わなかった選手はもう来てくれないわけですよね。来てくれないんですよ。例えば、親があのコーチのこと不満持ったら、もう、うちの子をあのチームに入れないっていうふうになるわけですよね。だからコーチの人たちは、どうやって、また次の大会も、また来年も来てもらうかっていうことのために、ものすごく丁寧に一生懸命コーチングするんですよ。だから機会の均等っつって、選手一人一人にね、出場機会を与えたりとか、ものすごく細かいコーチングするんですよ。いろんなところに目配って、気配って、コミュニケーション取るんですよ。また来年も来てもらうためにっていうような、まあ、そういう姿勢でやるんだよね。だからコーチングの能力がものすごい問われる。ね。これはまあ選手にとってもそうだし、そのコーチ自身にとってもね、ものすごい、まあメリットっていうか、大事な要素、いうふうになっていくと思うんですよね。で、二つ目がね、選手の自由度ですよ。これがまさに大事なわけですよね。大会に、まあ、参加したい時に参加して、で解散して、でまた参加したかったらまた申し込みして、で今回はちょっと野球はいいやって思ったら、まあ、今回はね参加を見送りして、例えばフットボールに行くとかね、そういうことができる。例えばちょっと今回はね夏休みの間は、家族とバケーションだから僕は大会野球は出ないよとかっていうことができる。だからものすごくハードルも低いし、あとは、まあ、突然ね野球を始めたいなって思った時にもとりあえずこの大会だけ参加してみるかね、その前にね個人レッスンでね1ヶ月ぐらいちょっとレッスンを週1ぐらいで1ヶ月受けて、でちょっと野球をたしなんでから、その1ヶ月後の大会に参加して、でそれで楽しかったらまた続けようかないうふうに思う、そういう機会をね作ることができる。こういうふうにして大会完結型、これが、日本のねチーム依存型っていうものの、まあ対極にあるこの大会運営でチーム運営かチーム運営の形かなというふうに思っています。それのねこの大会完結型の方を担うのが This is me になっていくと思って、まあ、大事にしていて、います。はい。